今日はここで皆さんから届いたメールを紹介しますよ。今日のテーマはシンプルに田中みな実に聞きたいことです。じゃあ皆さんからいただいたメールありがてー、読ませていただきます。マスターネームアステカさん、アステカに行きたいヒーさんからです。ありがとうございます。田中さんに聞きたいことなんですが、ズバリケツアルコアトルさんについて語ってほしいです。私はケツアルコアトルさんが大好きで、田中さんがバビロニア大使として女神様会の時長文の感想を書いてくださっていたのが本当に本当に嬉しくて、今までのゲームのイベントの時の話などよければぜひ聞かせていただきたいです。よろしくお願いします。ケツ姉さん、ケツ姉さんはね、あの最初のピックアップの時に全然お迎えができなくて、で、あ、じゃあ次のピックアップの時に弾こうと思ったら、その日に忘れちゃって弾くのも、で、ケツ姉さん弾けなかったってなって、で、なんだったかな、あの女性サーバントがピックアップされてる時に、もう次こそは絶対にケツ姉さんをお迎えするんだっていう気持ちで、やっぱその女性サーバントピックアップの時って、あの日付が決まってるじゃないですか。もうその日付にカレンダー書いて、ケツアルコアトルさんをお迎えする日って書いてお迎えしました。覚えてる今でも。なんかさ、やっぱホーグは素晴らしいですよね。なんかね、チャレアーだっつって、もうあのあれ、どんなねエネミーでもなんかちょっとくすりときてしまうと言いますかね。なんかやっぱこうほがらかっていうか、こうもう妖の木たまらないですよね。なんかこうどんなにこうシリアスで落ち込んでいても、なんかこうケツアルコアトルさんが味方にいると、もうなんかすごく安心するの、もう絶対大丈夫って思うし、なのにあの顔するじゃない、あのギザギザの歯のゲス顔するじゃない、あのギャップがたまらないんですよね。バビロニアでもあったじゃないですか。もうそれを描いてほしいと思ったら、オープニングでも描いてくれて、もうね、お話の中でも描いてくれて、でやっぱりそう1話ね、丸々使って太陽の神殿のお話もしてくれたり、ケツ姉さんのもう顔がいいし、そもそもテレ顔も最高でしたしね。なんかすごく表情が豊かだから、いろんな顔を見ることができてすごく嬉しかった。あの照れ笑い、この頬をポリポリ描くあの照れ笑いがなんて似合うんだと思って、最終回とかね、もうあのね、やっぱこう帰還するじゃないですか。やっぱその帰還する時ってすごい悲しいし寂しいんですけど、なんかケツ姉さんに関してはなんかもうすごく清々しいお別れの仕方って感じで、なんかそれがすごくマスター思いなんだなっていうのも感じて、好きーって感じですね、本当にたまらない。だから本当に来てくれて嬉しいし、ライダー、あ、もう皆さんありがとうございます。本当にね、その通りでございます。本当に人がね、正しく人が好きなんです。本当にその通り、素晴らしい、大好きですね。ありがとうございます。語っちゃった、恥ずかしい。続いてバタコさん、ありがとうございます。私は FGO を始めた時にサーバントのやられた時のボイスのバリエーションに驚いたのですが、中でもニトクリスのこれはひどいが衝撃的でした戦闘でうわとかキャーとかグヌヌとかはあると思いますが、これはひどい、子さんファラオがこれはひどいとはすごい衝撃を受けたことがわかります。みなみちゃんがニトクリスやオルトリンデで特に印象的なセリフ、特にやられボイスはありますか？またこれはひどいのセリフを見た時の印象はどうなのかが気になって眠れません。あのね、確か最初はこれはひどいじゃなかった気がするんですよ。でその場でなんか変わった気がするんですよね。ちょっとなんかね、こうして今ラジオやってるとすごいすぐセリフってど忘れしちゃうんですけど、もう今みんながねここに書いてくれたらすぐ言えるんだけど、ニトクリスの登場セリフとか、なんかちょっとねポンポンなコツなところがねたまらなく可愛いですよね。それと相まってこれはひどいって言ってるのが私もねすごい好きです。いやー、ワルキューレもねすごい、
まあ前も言ったか FGO ラジオでも言いましたけど、ちょっとねスキルボイスが一個だけ追加になったんですよ。今年入ってたからかな。ね、あれもすごい嬉しかったし、なんかこうね、どのこの声で来るのかなみたいな感じで、スキルなんか似てるなじゃないんですけど。ひどい。あ、そうそうそう、愚かな、具体的にどこがと言われると困りますが、愚かなって言うんですよ。具体的にどこがと言われるとっていうのがね、なんか最初はちょっとおどおどした感じで言ったんですけど、あ、これはちょっと真面目に言ってくださいっていうので、真面目に言ってるからこその具体的にどこがと言われると困りますがっていうポンコツ感がね、可愛いんですよね。そう、愚かなーね、可愛いよね、好きよね。あ、ワルキューレは攻撃時のヤッが好きだって、嬉しいな、ありがとうございますね。ちょっとね抜けてる感じがね、ミトちゃん可愛いですよね、すごく嬉しい。あ、嬉しいな、ありがとうみんな。あ、そうワルキューレの追加されたね、オルトリンデちゃんのボイスはこんな感じかな、あ、ちょっと今鼻声なんですけど、こんな感じかなって言ってましたね。はい、え、鼻声じゃん、悔しい、さっきもべしゃべしゃ泣いちゃったから。いやー嬉しいですね。そう私もなかなかニトクリスとワルキューレも結構その声質的には割と真逆の方で、ニトクリスは割とお姉さん、私の声の中ではお姉さんの方な声で、たまにちょっとかわいい目と言いますか、なるって感じの子で、ワルキューレはやっぱりこう基本ウィスパー系と言いますかね、そんな感じでやってるので、なかなかね、はあ、嬉しい。だからたまにこう偶然的になんかその相性的にニトちゃんとワルキューレとか連れてったりすると、あっはっってなる、あわたあみたいな、なんだろうね、なんとも言えない感覚になるんですよね。ありがとうございます。続いて赤い裏数さん、ありがとう。田中みなみさん、こんばんは。一人での生放送はとても久しぶりではないでしょうか。ツイッターを見てとても驚きました。今回は一人ということなので、普段のカルデアラジオ局の時の大久保さんや高橋さんについて思っていることを教えてほしいです。いや本当に頼もしいです。今すごくお二人がいないことを実感して、もう泣きそうですもん、本当に。いや泣いてた、ないそうか、泣きそうですとか言って泣いてた。ひどい。いやーでもそのリエさんはやっぱりその一番最初からやってきて、もうリエさんのその吸収力がやっぱりもう半端なさすぎて、毎回こう会うたびにリエさんのこのなんか知識量が増えてるのがすごくなんか嬉しくってって何様だって感じなんですけど、なんかこう分かるって言ってもらえるのがすごく嬉しくて、あとやっぱりこう初太に関してはさすがだなって思いますし、いや私もすごいその男の子大好きだからこそ、なんかリエさんの言ってることにすごくわかるし、師匠ってなりますね。もうルミさんもやっぱりこうなんだろう、ルミさんは本当にストッパーがないからこそすごくお話ししてて楽しいし、この間もすごい楽、なんかすごい大変な生放送だったのにすごかったし、なんかそこがねまたお話ししててリエさんと違うところではあるんですけど、面白い、ありがとうございますと思いながら、ルミさんもやっぱりこのすごいね知識が豊富だから、私もあそうですよねとか、分かるっていう気持ちにね、お互いこう共有してし合えるので、なんかパーソナリティ そのお二人の力を今ひしひしと感じております。はい、ありがとうございます、いつも感謝ですね。ではチェルリーさん、ありがとうございます。みなみに聞きたいことということで、これは他の方にも聞いてみたいことですが、サーヴァントに関してはクーフーニンを筆頭に DD を宣言しているみなみでは、好きな宝具はどれですか？使うでもよし、食らうでもよし、栄翔や見た目でも何でも OK です、教えてください。なんだろう、うわー、いやーでもねー、あーでもねー、アキレスの顔面宝具がねたまらなくイケメンなんですよ。なんかそのあれアポクリファで出てきてくれたんでしたっけね、もうその時にもう衝撃的すぎて、今でもやっぱりこのクイックだし、スカディとの相性もいいから、もう星もいっぱい出してくれるし、よく使ってるんですけど、もうなんか見るたびに
いいみたいな、惹かれてってなりますよね。わかります？いやあとなんだろうな、でもやっぱりクーフーリンはね、いやさね、一つにはね絞れない。うわー、アビーちゃんいいな。アビーちゃんはさ、なんかどのねサイリンでも美味しいじゃないですか。私は基本第一にしてるんですけど、たまにこうね、あの他のサイリンも見てーなって時にはね見たりとかしてますよね。はあ、メルトリリスもいいよね。行くわよ行くわよ行くわよですよね。たまらないな。イスカンダルね、イスカンダルもさ、あのモーション回収があったじゃないですか。もうそれでまたさらに好きになっちゃった。わかる。あ、清少納言もいいね。そうだ、最高だよ、かわいいもんな。ねえ、なんか絞れませんでした、すいません。あのホーグでも DD を DD ちゃんを発揮してしまいましたね。あ、じゃあ、あ、もう OK なんてことだ。ありがとうございました皆さん。この後もね、時間があればまたご紹介しますし、地上波版でもたくさん紹介しますので、ぜひぜひ送ってきてください。メールアドレスは FGO